っぱりどうしても小型犬とかが出やすいんですけど、うちに残ってる子たちは中型犬の子が多くて、でも私は中型犬の雑種とかが大好きなんですよ。とにかく賢くて可愛くてお茶目でおっちょこちょいでいいところがたくさんあるので。誰に似たんですか？あ、やっぱ飼い主に似るって言いますからね。可愛いところがいっぱい、はいはい、可愛いところがたくさんあるので、ぜひぜひ中型犬にも目を向けていただけたら嬉しいなと思います。はい、ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は犬や猫の命をつなぐ活動をしている NPO 愛媛クリップスを紹介します。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は、私が往診します。お気軽にお電話ください。今日は犬や猫の命をつなぐ活動をしている NPO 愛媛クリップスを紹介します。この日は2カ所でさまざまな催しが行われています。こちらの会場では、麦くんで奥が花ちゃん、花ちゃんの方にお声がかかったみたい。そう、もういっぱいに回られてくれたらね。そうですね、なんか先住さんがいたのかな、もしかして。あと前髪切りすぎたから可愛いですよね。ズンみたいな感じですかね。可愛い。いやー、猫ワンライフさん、こんにちは。こんにちは。今年も、はい、けれども屋内での譲渡会ということで、はい、ありがたい。本当にありがたいです、ね、暖かい譲渡会は最高です。これまでは寒いところばっかりだったんです。そうなんです。駐車場を借りて、自分たちの車に、はい、透明のナイロンシートを貼って、はいはい、で見に来られた方の時に後ろのハッチを開けるみたいなことをやってました。で車はエンジンかけっぱなしで暖房入れたりとか、はい、回路を入れてあげたりとか、工夫を重ねてやってたんですけど、こうやって室内でさせていただけれるところがもっと増えるともっと助かります、ね。はい、今回の愛媛クリップさんとしての開催はこちらの会場と、また富士での会場、はい、そうですね、ハブ店のね、ハブ店の、はい、なんかどんどん広がっていってるなと思って。そうなんですよ。もっとね、室内でここでもやってもいいよみたいなお声があると、いろんなところでできるので助かります。はい、はい、なんか愛媛のこの動物愛護会も広がってきたなっていう気が、そんな気がします。はい、たくさんの方にいろんなことを見ていただいて、今の愛媛の犬猫の現状を見ていただくと、知らなかったって言われる方が多いんですよ。47都道府県の中でも
まあ、四国が特に多いんですけど、愛媛も犬猫の殺処分がとっても多い県で、常連県です。殺処分が多いって日本の中でね、数えると一番殺されている確率が高いよっていう、もうそれがあの何年も続いたりするので、やっぱり住まわれてるね、愛媛の県民の方に今の犬猫野良猫ちゃんたちの状況を分かっていただいて、避妊去勢手術をしてあげようみたいなことから始まっていただくと、もうそれ以上殺される子がいなくなるので、すごく助かると思うんですよね。まだまだやっぱり知らない方も多くって、だからこそこういう子たちを見ていただいて、一匹でもあの幸せになってもらって、そういうね、あのつながりを持っていただくと、関心を持っていただくことから始まると思いますので、よろしくお願いします。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるフェローグループ。ナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。去年設立された NPO 愛媛クリップス、誕生のいきさつは？僕 もうこの活動をしだしてちょうど1年なんですよ。一人でも多くの方に譲渡会を知っていただきたいと思って、譲渡会にされている方は愛媛にいっぱいいらっしゃるの で皆さんバラバラで活動されてるんですよね。で目的は皆さんやっぱり犬猫の命を救いたいと同じ目的なので、それだったら一緒にしませんかっていうことでお声掛けして、あの合同の譲渡会、これもふみさん取材に来ていただきましたよね。で今は7団体の人と一緒にさせていただいて、今日もあの別の会場で2団体が譲渡会してるっていう形で、でそのステップとして NPO をあの設立したんです。それがこの愛媛クリップスっていうNPO を設立しました。であの設立のこの NPO をするからには目的が必要だと思うんですけど、目的はもう1年前と変わらずに犬猫の殺処分をゼロにしたいということです、でそれを達成するための手段として僕が今掲げているのが犬猫譲渡会支援、であと屋内の譲渡会施設、であとはこの6つの願いとか、こういう啓発活動とか、あのいろんなこう情報を発信していきたいなというふうに思っています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば、不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。6つの願いの1番が、無関心が一番の敵です。まあ、愛媛県は殺処分が一番多い場所っていうのはもう皆さんご存知かもしれないので、その改善するためには何が必要か、で里親を探すこと、施設に送られる子を減らすこと、不妊去勢手術を行うこと、ね、助成金を増やすこと、でどれもがあの大切な活動だと思うんですけど、でも本当に一番大切な、その根底の部分で一番大切なのは、一人一人があの関心を持ち、意識を変えることなんじゃないかなということ、愛媛をみんなで変えませんかって、やっぱりあの一部の人が頑張ってももうダメだと思うんです。でやっぱあのみんなが力を合わせてっていうことですよね。2番目があのなぜって思うこと、で真剣に考えること、
ですね。で、不幸な子を増やさないために不妊去勢手術は、まあ、必要だと、うん、でもなんでその不妊去勢手術が必要なのか、うん、単なるそのことを知ってるし、あ、やった方がいいも分かっとるよではなくて、本当にあのなんでそれが必要なのかということを真剣にあの考えることというのがあの大事なのかなと、あの、うん、疑問を持つことはもちろんだけど、もう一歩踏み込んで真剣に考えることっていうのは必要ですよということですね、はい。で、3つ目が嫌いでも関係ありません。僕はあの動物愛護っていう言葉が あんまりこうピンとこない部分があるんですよ、うん、で、あのなんとなくその動物が嫌いな人にはこうあんまり関係ないよというような言葉なのかなと思うところがあるんですよね、うん、でも動物っていうのはあのそういう好きとか嫌い関係なしでみんなに生きる権利があるんです。で、その権利をあの犬猫たちは自分たちだけではもう行使できないので、それはもう人間の手で守ってやるしかないですよ。で、それを守ってやるっていうことは好きとか嫌いとか関係なく、誰にもその生き物動物たちの生きる権利を奪ってしまうことは誰にもできないはずですよ、という、嫌いでも関係ないんですよということをちょっとお話しさせていただいてます。4つ目ですね。で、時間がありません。あの初めかわいそうだと思って家に2匹の猫を拾ってきたんですよね。で、拾ってきたんだけど、あのやっぱそこで妊娠して増えちゃうんですよ。で、もう1匹がだいたい5匹ぐらい年に3回、2回、3回出産するので、もうあっという間にもう2年もう経たないうちにもう100匹ぐらいになっちゃうんですよ。その時に初めに手術をした方が良かったのに、ちょっとそこであの考えなかったことで、そのあっという間にその取り返しのつかない状況があの起きてると。それも本当松山市の身近なところです。この活動というのはスピードが大切ですよということですよね、はい、これは世界初の話ではありません、うん、で、要は難しい話ではないということですよね。で、犬猫殺処分ゼロを達成している場所っていうのは日本にいっぱいあるんですよ、うん、で、成功例っていうのはあるんです、いっぱい。で、あの決してその誰も取り組んだことないとかやったことないようなことにチャレンジしようということじゃなくて、もうそんなにあの難しい話ではないと思うんですよね、うん、で、あのそういう意味でその、うん、そんな殺処分ワーストからそんなゼロなんかそんな無理よって思わずに、あのできるんだっていうふうにみんなが考えることでいろんなことが変わってくるのかなと。僕は達成しようと思ったら本当数年でできるんじゃないかなと思ってます。で、最後、一生の選択。一番大切なのはこれからその子と一生ずっと一緒にいるよという気持ちの部分だと思うんですよね。責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。NPO 愛媛クリップス主催の犬猫譲渡会イベント、この日は富士ハブ店でも犬と猫の譲渡会が。はい、今日は屋内での開催ということですが、はい、愛媛クリップさんとしての譲渡会にも参加されて、はいはい、いかがですか？そうですね、やっぱり来てもらえる方がたくさん増えて、お声掛けもいただいて、やっぱり譲渡につながる回数は多くなりました、はい、数がもう変わって
ってきた。そうですね、今まで私のところから卒業するこのペースがすごく早くなりました。はい、ありがたいです。今テレビをご覧の皆さんに、はい、アピールどうぞ。はい、やっぱりどうしても小型犬とかが出やすいんですけど、うちに残ってる子たちは中型犬の子が多くて、でも私は中型犬の雑種とかが大好きなんですよ。とにかく賢くて可愛くてお茶目でおっちょこちょいでいいところがたくさんあるので。誰に似たんですか？あ、でも飼い主に似るって言いますからね。可愛いところがいっぱい、はい、可愛いところがたくさんあるので、ぜひぜひ中型犬にも目を向けていただけたら嬉しいなと思います。はい。デュウ、顔合わせ。あ、どうも、はじめまして。デュウ君、男の子ですかね。あ、デュウ君、どうも、はじめまして。ひかりと希望の金本ゆかりと申します。名刺があるんですか？デュウ君、一般猫の三毛猫のデュウ君ですね。どうも、握手ができないでグーパンチします。イエーイ。どうも、今日はわざわざありがとうございます。どこから来たんかな、地域猫なんかな、どうなんやろね。コリン星から来ました。そうなんだ、ユーコリンの友達。ちょう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 。ありがとうございます。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。今日は本当外寒いじゃないですか。中はね、あったかいんですよ。もう猫もね、のんびりしてまた寝てますけどね、ずっと。だってこれまでずっとね、そうなんです、外で、もう外でね、猫はカイロ入れたりビニールでこう囲ったりしてね、あったかくはしてるんですけど、人間はちょっとやっぱりみんな寒い寒いっていう状態でずっとやってたんで、今日なんか逆にちょっと暑いよねっていうぐらいあったかいんですよ。でちょっとちっちゃな猫がちょっと下痢しちゃって、ウェットティッシュとかで拭いたんですけど、外だとできないですよねこれがっていう話で、今日でよかったねって言って、もうちょっと濡れてもあったかいんで心配ないっていう、本当に感謝です、はい、NPO として愛媛クリップさんが指導してますけれども、いかがですか？そうですね、今までやっぱり個別にいろんな団体さんとか個人さんがやってたのをやっぱりこうまとめてくださっているので、今までこう小さな世界でしか広報できなかったことが、やっぱりいろんな団体がね増えることによって、やっぱり広がりも大きくなるんじゃないかなと思うので、すごい期待はしていますね。まあ、今うち大人猫が8割大人猫なんですけど、その子たちに新しいちゃんとしたお家につなげてあげたいなっていうのは、まあ、毎年のことなんですけど、なるべくシェルターの方にね、お見合いに来れるようなシステムとか、そういうのももうちょっと頑張ってやっていきたいなと思っています。はい、愛媛クリップさん、はい、頼りにして、そうですね、ね。頼りにしてます。続いては別の会場で行われているアニハピのノースワークを体験。これは何をしているの？ワンちゃんがひまわりの中のおやつを探しています。手作りですか？いえいえ、売ってるんですか？売ってるんですよ。ノーズワークマットって言います。ノーズワークマット、鼻でクンクンして餌を探し当てるっていう。
まあ、言ってみたら犬の性質というかね、あの生まれながらの本能に即わっているやり方ですかね。これはチーク玩具みたいな。そうですね、お皿で食べるよりもこれの方がテンションは上がります。猫もこれの方がいいんですか。猫ちゃん用のもあります。猫ちゃんは手先が器用なのでちょっとこうスライドさせて食べたりとか、 あちらにはちょっと犬のおもちゃ持ってきてるんですけど、これもいろんなとこにフードを入れて、これちょっとうちの子がかじっとんですけどそうですね、で匂いでこう嗅ぎ当てるっていう感じですかね、はい、これはちょっと転がしながら、あ、いいですね。これはちょっとインスタでおつながりのある方が作ってくださったんですけど、ちょっとインテリアにもなる。そうですね、かわいいですね、これ、はい、ウェットフードとか、はい、私はヤギミルクとか、あのさつまいもを茹でたのをちょっと緩めて、はい、あのここにペチョーって潰すんですよ、はい、ならベロで一生懸命舐めるんですね。あ、なるほど。そしたらあのベロに刺激がいって、はい、まあ、それが脳にもいい刺激を与えるっていうので、イボイボになってますよね。そうですね、いろんな形があるんですけど、まあ、これがワンちゃんにいいんですか。そう、あ、人間にもなんかいますね。人間にもいいんですか。人間、いや、これは舐めないですけど、うん、こう口の中の刺激したら、うん、なんか認知症の中とかっていう。へで、これをやってたら、はい、これを舐めさしておったら、こうやって持ち上げたら顔が持ち上がるんですよ、犬の、はあ、そしたら、はあ、なんていうんですかね、ここら辺がカットしにくい子をカットしてみたりとか、あ、なるほど。私はあの足の爪切ってみたりとか、はあ、普通だったら嫌がるんで、こういうのをさせながら足の爪をその間に切ったりとか。動物園でやってるハズバンダリートレーニングみたいな。それです、それです、それです、それです。使えますね。そうですね、これちょっと便利やと思います。あの、なんていうんですかね、夏場やったらヤギミルクに寒天混ぜて、はい、冷蔵庫で冷やして、これでそのまま、うん、あ、トロトロで、あ、そうそう、そのままあげたりとかもします。食べるのに時間がかかるからまたいいですよね。そうです、多分チーク玩具ってどうやったらこの子が食べにくいかっていうのを想像して与えたら、あの、やりやすいというか、この子たちのいい刺激になる感じになります。ちなみにこれは何ですか。これはですね、これはあのドッグスマートって、ドッグスマート骨の形のブロックを取り出すとトリーツが出てくる。あ、トリーツ餌ですね。餌が、まあ、これ全部あるんですけど、はい、ここにもあるんですけど、はい、まあ、この中に餌入れたら匂いがするじゃないですか。で、バナかな。あ、そうです、そうです。どこどこどこってこうめくってめくったり口でくわえたり、どうにかして知恵を働かせて。そうですね、で、ここにある、ここにあるって言って探して、はい、見つけて食べるっていう、はあの、多分チーク玩具のここにある中では一番初歩のやつ。これが簡単なんですか、その中では。言ってみたらワンステップだけで食べれるっていうところで、ほう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 、一番ステップ1のですかね。もうちょっと難しいのもあるんですか。じゃあちょっと難しいのだと、こっちだったら、はい、こうくるくる回らんといかんし、まあ、いろんなチーク玩具ってね、世の中にあると思うんですけど、私はここのメーカーの方が好きで、なんかまた2段階そう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 レベルアップですね。こうなると、ここに入っとっても食べれん食べれん食べれんここをのけないと食べれないけど、そこは頭使ってっていう感じですね。ちょっと私たちでもあれと思うぐらい難しいですよね。そうですね、ここ、そうですね、意外にこれだけやったら、うん、まあ、こうやってやって、はい、でもくるうちの子は一番最初でくる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 回すばっかりで食べんのやと思いながら見てましたけどですね、なるほど、さっきのと組み合わせて遊べると。そうですね、これをやって終わったら今度こっちをやってとかってする時もあります、そうですね、なかなか面白くて、はい、もう一段階が上がこれなんですか。それはでも同じレベル、これがレベル2なので、これも言ってみたらレベル2ではあるんですけど、はい、これはこれものけないかん、ここも開けないかん、ここもスライドさせないかんっていう、まあ、あの偶然力技で取れたという子が多いと思います、そうですね、これもちょっと新たな発見がありますよね、ワンちゃんにとって。そうです、これはいろんなちょっと開けるとかスライドさすとか取り出すっていう3つの作業があるので、ちょっと高度ですかね。これは
れはねちょっとね、これはレベル3なんですけど、レベル3一番この中で一番難しいやつなんですけど、これ全部穴が開いてて、まあ、要は全部スライドさせていかないと食べれないんですけど、ここまで来て次ここやらずにここをしたりするんですよ。そうしたらここが残ったりするやつですか。あ、本当だ。まあ、それで全部を食べていくんですけど、ルービックキューブみたいな、ちょっと難しい、なので飼い主さんがあの こうやってちょっとこうやってやってあげるとかね、こうやって動けるよみたいな、そうですね、ちょっとああの手助けをしてあげるとか、そうやってやった方が、まああのまあ、基本飼い主さんとのコミュニケーションツールみたいな感じなので、なるほど、うん、ちょっとこれはうちの子はまだクリアしたことないんですけど、あ、いいかな、そうですね、こうやって知恵がどんどん発達してくると、そうですね、まあ、悪知恵も発達したらどうしようとか、そうですね、そういうのも聞いたことありますけどでもまあそれも悪子ならご愛嬌そうですね、頭いいんやねっていうところで、なるほど、どんなワンちゃんにもおすすめですか。そうですね、あのシニアちゃんはどっちかといえばあのマットとかの方が、私はバスマットがおすすめなので、ここら辺にこうフードばらまいたら、ええ、匂いだけでもう目見えてないんで、ほうほう、匂いだけでこう、うん、あの嗅ぎ開けていくという。なるほど。でこの足の長さによってもまた難易度は変わりますよね。これはねちょっとうちのハイシニアの子は無理やなと思って短い方をしてるんです。今度こっち行ってこう折るんですよ。折るんですか。折ります。そしたら今度折ったのをこう開けるっていう、で四つ折りにしたら広げる、難しくなるそう、ワンちゃんに広げてもらうんです。ワンちゃんがそう鼻で広げます。あので巻いた時はねちょっと失敗でした。巻いた時はね一回こうやってやったら広げたら、あ、巻くのはなしやなと思いながらなるほど、そうですね、一回 こうやってやってみて、こことかこことかこことか、なるほど、でそうですね、でワンちゃん10分ぐらいやるんですけど、うん、終わった後もへーへー言ってます。へー、もう達成感やった ね、 そうですね、頑張ったよ、僕頑張ったよみたいな、そうですね、こういうものでチーク玩具になるんですね。そうです、わざわざ買わなくてもこういうのでいけると思います。ははー、入門編で、そうですね、でこれ簡単できるようになったらさっきのね、そうですね、難しいものになって、ね、であっちのおもちゃをやって飽きてきたら、うん、そのあっちのおもちゃの上にこれを置くとかね、え、ど、ど、そのおもちゃあるやないですか、はあ、その上に、はい、まあ、ここにもフードは入っとんやけれども、はい、さらに置くとかねこう置いてこの中にもフードを入れて、はい、これをやってのけたら、あれこっちにもあったみたいな、らら、そういう意外性の発見です。面白い、奥がどんどん深くなっちゃう、結構面白いと思います。飼育されてる方はぜひちょっと取り組んで、ね、されたら楽しいかな、与えてどっか行ってしまおうとか思うとちょっと難しいかなって、一緒に遊んでもらえた方がいいんじゃないかなって。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。